はい、どうもタンタンです。今日フェイマスのウクレレ、ご紹介したいと思います。こちら新しいモデルなんですけれども、ロゴもね、このシリーズ新しいロゴとなっておりますが、こちらのフェイマスのモデル名 FS-210 というモデルでして、中にエコシリーズと書いてありますが、こちらトップが、このモデルホンジュラスマホガニの短板トップですね。でサイドバックがマホガニの合板を使ったモデルですね。トップのみ短板となっている感じで、まあ、価格はねできるだけ抑えながらも、なりをねできるだけ、考えた、そんなモデルになっているかなと思いますね。通常のねフェイマスのラインナップだとどうしてもオール合板のものが多いんですけれども、トップが短板になって、しかもホンジュラスマホガニの短板を使っているということで、非常にこうラリ自体もちょっと深みが出ているというかですね、かなりこうボリューム感もあって広がりのあるラリになっているかなと思いますね。でなおかつこのぐらいの価格帯までで抑えられてるっていうのが、まあ音のバランスと、あともちろん日本製ということの作りの良さとということで、かなりお買い得なシリーズになってるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらフェイマスの新シリーズですね、 FS-210 というソプラノサイズのトップがホンジュラスマホガニの短板のモデルとなっております。なかなかなりの良いモデルとなっておりますので、新製品ぜひお試しいただければと思いますので、ご来店いただいて、試してほしいなと思っております。それではタンタンでした。